こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。今日は先月物販利益30万円を達成された主婦の方にお電話でインタビューをしたいなと思います。で、あさみさんという方なんですが、まあ、私の YouTube をご覧いただいてご連絡いただいたのがもう1年以上前 で、そこからはもう物販で利益が上がるたびにもう LINE でご連絡をいただいていて、すごく前向きに物販を楽しんでおられる方なんですよね。なのでぜひ皆さんにもご紹介させていただきたいなと思います。で、Zoom でちょっとお電話を今からかけるんですけれども、可愛らしい方なんですがちょっと緊張されるっていうことなので、まあ、顔出しはなしで、ではちょっと今からかけてみますね。あさみさん、こんにちは。こんにちは。今日はあさみさんの物販のご経験についていろいろお聞かせいただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では早速なんですが、まずあさみさんの自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私は東京都在住の40代主婦で中学生の子供が一人います。で、物販を始める前も今もパートで働いています。あさみさん、実は私がスイスに来る前に住んでた東京の家から実はかなりご近所さんだったんですよね。そうなんですよね。とても近いところに住んでいらっしゃいましたよね。もしかしたらどこかですれ違ってたかもしれないですね。すれ違ってたかもですね。でも当時パートをされてたってことだったんですけど、どうして物販を始めようと思われたんでしょうか。パートの給料以外に月に5万円あったらいいなって軽い気持ちで始めました。5万円あったら嬉しいですよね。5万円の利益どれぐらいで出ましたか。物販を始めた当初はメルカリ販売の練習のために、入門者向けの利益が出やすいノウハウに取り組み、それで9万円の利益を出しました。5万円目標で最初から9万円、すごいですね。はい、その後は100円仕入れに取り組み、初月5万、7万、15万、18万と徐々に利益を上げていきましたが、今は100円仕入れを一旦やめて、そこで得た知識を生かしてアパレルの店舗仕入れに取り組んでいます。お、同じ古着転売の物販でも100円仕入れは初心者向けで、で、店舗仕入れは中級者向けなんですけど、100円仕入れで経験を積まれたあさみさんは店舗仕入れに切り替えてからも利益伸ばされているんですよね。で、あさみさんはこれ物販を始めてから今どれぐらいになりますか。1年2ヶ月です。アパレルの店舗仕入れに取り組まれてから毎月の利益ってどんな風に変化されましたか。アパレルの店舗仕入れに移行してからは、初月10万、18万、30万と少しずつですが利益を伸ばすことができました。お、素晴らしい。先月の初めての30万円超えの利益も本当に嬉しかったですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。まさか達成するとは思わなかったんですけども、最終的には先月33万1848円の利益を出すことができました。本当に継続してきてよかったと思いました。素晴らしいです。本当に先月はその30万っていう目標を立ててスタートされたので、見事な目標達成でしたね。で、あさみさんが目標を達成するために心がけていることってありますか。はい、そうですね、物販の作業を日常化、日常的に取り組むことだと思ってます。おー、さすがです。日常生活の一部にもうなっちゃってたってことですよね。うん、はい、そうです。それでもその物販に取り組む中でこう悩んだりとか、うまくいかなかったこととかってあったと思うんですけど、ありました。ありました。売れなかったり、作業が思うようにできなかった時は、やはり気持ちがへこみましたが、とにかく継続しないと結果が出ないと聞いていたので、続ける努力をしました。素晴らしいです。もうその利益をこうしっかり出してこられたのも、ひとえにあさみさんの努力と継続の賜物なんですよね。で、それでもこの努力だけではどうにもならないことってあると思います。あさみさんの成功の秘訣って何だと思われますか。そうですね、悩んだり思ったようにできなかった時には、一旦自分の考えを捨てて、物販で利益を出してる方、実績を出されてる方にいつも何度も質問してました。物販のコミュニティにいたので、周りにたくさん仲間もいたので、その方とのお話でも得ることがありました。やっぱり仲間ってね、すごい大事なので、この環境っていうのは重要ですよね。はい、
他にどんなことされてるんですか。またあと日報を毎日書いて作業の振り返りをしていったのも良かったと思います。あさみさん、日報にどんなこと書かれてたんですか。で、日報にはその日のもちろん利益もですが、その日にあったこと、物販絡みのことや、日常の一部を書くこともありました。日常のこと、日常のことも書いて、もう日記みたいになってたってことですよね。そうですね、そうです、はい。でもこの書くっていう作業ってアウトプットなんですよね。でこう人って聞いたりとか見たりするこのインプットよりもアウトプットするときに学習して成長するって言われてるので、この浅見さんの方法ってすごい的を得てると思います。じゃあ物販を始めてから何かこう変わったこととかってありましたか。そうですね、まずは時間を大切にするようになりました。パートや家事もあるので平日は物販をする時間を朝のパートに行く前と夕飯後と決めてやっていました。なるほどなるほど。時間を無駄にしないようにね、計画的に取り組まれてたんですね。なんか他にもありましたか。はい、あとはやっぱりパート以外の給料にあることで気持ちの余裕ができました。当初の5万円の目標から30万円も稼ぐようになったら気持ちも変わりますよね。あさみさんの今後の目標を教えてもらってもいいですか。はい、今後はアパレルの店舗仕入れで50万の利益を出したいなって考えています。外注化も考えたりもしますが、まずはどこまで外注化しないで一人でできるか挑戦していきたいです。あさみさん、はい、どうして100円仕入れから店舗仕入れに移られて、はい、今楽しいなって思われてます、うん、多分私買い物が好きなので、買い物が好きなのとこう洋服が好きなのとが一緒にできるので楽しいんだと思います、そうですねそう楽しんでされてるっていう、この前向きな姿勢があるからこそもうこう今までこう利益伸ばしてこられたんだと思いますし、この先の目標 もうきっと達成されることだと思います。でも私も応援しておりますので、これからも頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございます。では最後にあさみさんから、これから物販を始める方に伝えたいことがあれば一言お願いします。新しいことに挑戦することは誰も不安になったり怖がったりしますが、自分次第で稼げるようになるので、物販の存在を知ったならチャンスなので、ぜひチャレンジしてもらいたいです。毎日がより一層充実すると思います。さすが経験してきたあさみさんだからこその一言ですねあさみさん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。私も全然帰国できていないので今回はズームインタビューになりましたが、帰国時にはぜひ直接お話しさせていただきたいですね。で、あさみさん、次の目標が月50万円ということですので、これからもステップアップで頑張っていただきたいなと思います。で、あさみさんもご購読いただいている私の公式 LINE アットでは、物販をはじめとする在宅ワークの情報を無料配信しております。でこれからメルカリとか在宅ワークで副業をしていきたいなと思われる方は、ぜひお気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。 YouTube では在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。